はい、はい、まずはじめに監督さんのお名前とチーム名をお願いします。はい、斉藤と申しまして、ポジティブベースボールクラブです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、監督さんに就任されたいきさつというのを教えてください。はい、私自身が、野球と、30年以上、向き合ってきた人間でして、はい、まあそうですね、5年ほど前ぐらいから、人間の体についてとか、はい、そうですね、まあ、スポーツ医学といいますか、あの指導者の勉強もし始めて、まあ、子供がいつ野球始めても、野球始めてもいいように、勉強しておりました。あの、じゃあ以前から今回指導とかされてたんですか？学童とかはしてないですね。はい、普段の練習場所というのはどうですか？はい、富士見市の、富士見市内のグラウンドです。はい、ありがとう。埼玉県の富士見市。はい、はい。最近の主だった成績とか試合とかは最近されてるでしょうか？2週間ほど前に、はい、まだチームは立ち上げたばかりなんですけど、はい、2週間ほど前に、はい、練習試合を行いました。はい、はい、いかがですか？1勝1敗でしたね。はい、はい、チームの基本的なこうスローガンみたいなのって決めてられますか？はい、やはり一番は、楽しく野球をしてもらいたいのと、はい、あとはこう上の子が下の子を面倒見るっていう尊重の、はい、ことを意識してますので、まあ、楽しさと尊重です。あ、立ち上げたばっかりとお聞きしたんですけども、はい、やはりまあ低学年のお子さんのが多いか。はい、多いですね。部費は大体どのくらい？はい、毎月3000円を、予定しております。はい、はい、まだ多分あの立ち上げたばかりなんで合宿とかはされてないと思います。はい、将来的には合宿なんかもしようかなと思ってるんでしょうか？そうですね、まあ、合宿も野球に対する合宿もそうなんですけど、はい、こう遊びの合宿だったり、はい、まあ、そういうのもいつかできたらいいなって思っております。はい、はい、普段の練習時間って大体どのくらいされてますか？はい、4分の1ルールを、適用してまして、はい、まあ、約1日2時間から4時間程度です。はい、はい、土日ですね。いや、土日どちらかです。どちらか。はい、じゃあ大体2時間から4時間でしょう。そうです。はい、ありがとうございます。はい、なんかこうチームで独特の練習とかこんなことを大体こうメインにやってるとか。はい、やはり練習というより最後は試合を、するようにしてまして、はい、ティーボールの試合など、行うようにしてます。はい、はい、ありがとうございます。子供さんの集め方ですけども、はい、どういうこうルートで子供さんをこう、はい、やはり、ホームページと、はい、まあ、SNS もはじめそうなんですけども、はい、一番やっぱり感じてるのは、口コミですかね。はい、親御さんとか友達が選手のお友達が、友達を連れてきてくれたりしております。はい、どうですか、多分初めて野球やるお子さんがほとんど、うん、はい、はい、そうです、ほとんどですね。そうです。それでこう教え方とかなかなか難しいと思うんですけど、はい、いかがでしょうか？はい、やはり一番は、まあ、野球を好きになってもらいたいので、まず教えるというよりは子どもたちに野球について知ってもらいたいという思いでやってますので、はい、監督さんを最低で良かったことっていうのは。そうですね、まあ、そうで2週間前にも試合やったんですけど、試合になると子どもたちが緊張したり、はい、まあ、緊張というのは本気になっている証拠なので、はい、そういう姿を見れるのが嬉しいですね。はい、はい、最後の質問になるんですけども、まあ、これからどん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 成長していくチームだと思うんですが、はい、どんなチームにしていきたいでしょうか？そうですね、みんなが、グラウンドで輝ける、ように、私たちは環境を提供していきたいだけなので、はい、まあ、楽しくプレーして、まあ、そうですね、子どもたちがグラウンドで輝けて、それを見ているお母さんたち、お父さんたちが、喜んでいる姿を目指せるようなチームにしたいと思います。まあ、今日は三郷市、埼玉県三郷市での取材なんですけども、はい、まあ、これから他のチームとこう練習試合みたいなさ。そうですね、じゃあ既存のチームと、はい、はい、まあ、これからですね、どん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 また新しい子供たちが入ってきて、はい、成長していくチームだと思いますので、はい、私もいろいろ見させていただきます。よろしくお願いします。はい、今日どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。